いなとか、それか言葉を選んで喋ってほしいなっていうのが自分らしいこと、何かありますか？受けというか、自分の中でその1年前ですね、ちょっと配信で救われた部分がありまして、それを一人の方をというか、そうですね、その配信で救われる人もいるんだなということで、強い思って、発信伝えるっていうのは本当にまだ今苦手な部分は正直あるんですけど、やっぱ一人でも二人でも、その三人でも、多くでも、配信で何か楽しいことができればなというふうに思っているので、全く、正直僕もネタがないんですけど、そうですね、力を教えていただければなとは思います。まあマリオ的なポジションかな。そうですね、はい、自分はその裏方は結構合うかなとは思っております。どっちがいいの、演者さんと裏方と。あ、裏方ですね。裏方志望なんだ、はい、それも言わないとね。あ、はい、ちなみに裏方志望だったら仕事ちゃんとしないといけないんですけど、正社員歴はちゃんとありますか？あ、ありますね、はい、どういったお仕事されてますか？居酒屋で勤務しておりました。店長じゃなくて、はい、普通に正社員で。そしたら何でもテキパキできるんじゃないですか？あ、そうですね、居酒屋ね、忙しい、言われたことは、はい、きちんと教わって、はい、で自分なりに考えて受けると思いますので、はい、その社会性だったら、そうですね、自分はもういい年齢なので、はい、そちらで、はい、しっかりとやらせていただければなと思っております。家で配信 してますよね、当然。あ、基本そうです。家はちゃんと綺麗ですか？家は飲酒運転したんですか？あ、飲酒運転は今日はしてないです。今日はっていうのはしたことあるんですか？1回だけですよ。うん、はい、飲酒運転ダメですね。はい、お酒が好きっていうことで。いや、普段飲まないです、ね、普段飲まない、はい、運転手としてもいいね。はい、運転手は大きいね。うん、あと忠誠心もね、結構期待できるんじゃないかな、うん、やっぱマリオには一番そこだからね。うん、皆さん他にないですか？どうすか、パレパレスの印象は。すごくいいですね。すごくいいですか？評価高いですよ。評価高いですか？やっぱり飲酒運転っていうのがポイントですね。何も恐れないっていうか、クズであればクズだよね。そうそう、ふわっちゃクズがいいから。クズイコール面白いがふわっちちょっとあるからね。せいさん、どう思います？何も喋ってない。いや、なんか掴みどころがないね、ちょっと僕的には。ちょっと面白くないかな。厳しいよ。だけど、カスター性もカリスマ性もないかな、ちょっと扱いにくい。うん、使いづらいね。うん、使う際はマユとコラボさせるぐらいかな。あ、ヨギママとかモンちゃんとかもね。うん、なんか迫力がないですね、迫力が。迫力ですか？なんか覇気がないというか、配信者のドーンといく感じがない。うん、社長ちょっとタバコを吸いに行かれました、一服、はい。まあ、社長はちょっと言っちゃったんですけど、はい、大丈夫、録画後に見直すので、はい、安心してください。わかりました、よろしくお願いします。そこら辺は興味がないわけ、はい、髪の毛がちょっと合ってないね、顔とね。それ気に入ってんの、髪型。髪型合ってないよ。何歳なんですかね、まず。僕35ですね。35でこの髪型さっぱりした方がいいと思うよ。服と、短く着た方がいいと思う。だって服装も昔のメンズ、小室哲哉みたいな、メンズエッグみたいな服装をしてるし、35歳の年、うん、そうじゃないよね。うん、もうちょっと爽やかにした方がいいよ。爽やかに、うん、はい。なんかロード・オブ・ザ・リング出てきそうだもん。ああ、いるかもしれない、なんか違うよね。清潔感大事だから、はい、もう気使わなくていいですよ、うん、はっきりと何かも申し上げてくれたらいいとか。なやなやしちゃってるからね、はい、男でしょ、だって男です。チンコついてるでしょ。あ、チンコついてます、うん、はい、ついてます、はい。そこなやなやしてるよね、頼りがないよね、なんか。俺のリスナーついてこいよ、みたいな。あ、できる。ゼロ率転校って言ってみる。ちょっと、あ、じゃあもう、気合い入れて、うん、ゼロ率転校。あ、ダメだ。
演技臭い、演技臭いね。で、手もちゃんと0、1ってやらないと。01の配信よく見てますかね。今ので手を0、1ってやってないってことはちょっとにわか感も露呈しちゃってるんですよ。ただ声変える、それはそれ今もできないですか？01ってこうやるの知ってます？01って音楽かけてやってますよね。いや、グーじゃないです。あの01の配信見てないですよね、全く。にわかなの？にわかではないです。見てる、ちゃんと見てます。はい。だって これこうやらないよね、リスナーさん。01ってこうだよね。あ、ここです。うん、いや、これはあのお金になっちゃうんで、こうですね。あ、はい、はい、割れました。あの01のそのこれは知らなかったんですけど。知らなかった。はい、にわかだったな、ね、いるんだよ、ゼロリスでしたとか言ってね。好きです、いつも配信見てますって。観察力がないんで全然うちの知らない人ね。洞察力、うん、それじゃあ全然ダメよ、はい、真似ぐらいできないとね。真似、はい、配信見てたら真似できるからね。はい、うん、なんちゃってね。はい、はい、じゃあありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。残念でした。はい、そうっす。まだ講義は、ね、分かんないんでね。残念です。必然じゃないね。うん、なんかゴロゴロいるよ。なんかいないのかね。普通すぎる。まだビビッと来ないかな。お前ら見ててなんで人気があるか分かんない。ムカついてしょうがない、うん、だから俺が人気になりたいとかね、うん、そういうちょっとさ香ばしさ欲しいよね。うん、香ばしいよね。うん、ちょっとね、普通だね、みんなね。味がないね、味が。うん、噛みつくぐらいしてほしいね。うん、あと何組ぐらいだろう、うん、ちょっと単調っすね、リスナーさんもね。お客さん出ないな。難しいか。マスマルさんはね、まあ、芸人枠でぐらいかな。レッサー違うか、さん。あ、じゃあ、あの、はい、お名前と志望動機とアピールをお願いします。さっき入ってたね、ちょっと。あ、顔がね。あ、すいません、ごめんなさい。すいません、鈴木です。志望動機は、うん、先生、ごめんなさい、はい、あとドキドキしちゃって、先生、うん、志望動機は志望動機は、先生、ごめんなさい、志望動機はマスク取ってください。あ、すいません、はい、美顔がなんかブレちゃうんです。あ、すいません、ごめんなさい。ピンポイントが合わない。志望動機は、はい、不発表も最初からできてた方からリスナーとして見てまして、でそれでだんだんこのふわっちもなんかいろいろ利用企業が厳しくなって、うん、一番初めのなんか破天荒みたいな配信者の人たちのようななんていうんですかね、テレビで味わえないなんかこう、うん、配信の人たちの世界のこう面白いっていうのが全く今なくて、ふわっちも最近厳しくなって、うん、でせいじさんがこの間ツイッターでツイートしてた、うん、今の配信者は 6.5 号機しかいなくて、うん、4号機のような人たちがいないっていうのが、まあ多分ふわっちで利用規約が厳しくなっている大変で、うん、でもまあその4号機みたいな人で昨日のあの問題があって、うん、そういう感じのやっぱ僕としてはリスナーとしては求めてたんですよね、ああいう紙を。でも今普通のなんか平和的になっちゃって、でもやっぱりこうやってふわっちで寺尾さんが主催に、こうやってふわっちの配信サイトで盛り上げてくれるっていうことで、またそういうことで僕もなんかお手伝いっていうか頑張れればいいかなと思います。ちょっとね、顔がね、暗くなっちゃってる。あ、はい、あの、はい、帽子、ちょっと、はい、うん、そうそう、ちょっとすみません、はい、雰囲気が、はい、すみません、あの失礼ですけど、すみません、あのくるちゃんに
お金見つけてた方ですか。はい、ま、あ、その佐々木さんですか。はい、はい、で、今はまゆちゃんにあの、はい、アイテム投げてるんですか。もうそれか関係はないですか、はい、T シャツは。あ、そうだ、これ、はい、その佐々木さんなんですね。はい、最新グッズが今これしか見てない。思いはね、わかりますよ、はい、ね、最近はね、やっぱだからもう今の時代はやっぱ企画で盛り上げていかないと、やっぱ炎上っていうのはもう時代遅れなんで、映画になったらもう終わりなんで、どうしてもやっぱ企画に力を入れていかないとダメなんですよね。うん、炎上配信者はやっぱ生き残れない、うん、だからその中で規制が厳しい中で、リスナーにはやっぱ楽しさを求められるから、すごいね、厳しいんだよね今。うん、ネタもない中でそれでも面白いことってなると、もう配信者ちょっと厳しい時代です。で、アピールポイントは何でした？アピールポイントはまだそのリスナーをずっと続けてきて、うん、で配信者としてまだ3週間ぐらいでして、はい、でそのまだ全然もう駆け出しのペーペーのひよっこなんで、うん、志望動機何でした？志望動機はやっぱり昔のような今ちょっと言われちゃったんですけど、配信配信会の話は分かったけど、はい、志望動機と？志望動機はやはりそういった、やっぱテレビとかじゃなくてこうネットでしかできない面白さっていうのがあると思うんですよ、うん、そういうのをやっていけたらなと思います。やっていけたらな、はい、うちの会社に入ってってこと、はい、自分一人でもできますけどね、はい、うん、その会社に志望動機にはならないんじゃないかなっていう。あ、なるほど。なんで会社が必要なのか。やはりそのふわっちでこういった会社を立ててやってる人っていなかったんです今まで、うん、例えばあのツイキャスで言うと TJ さんの2人にああいったことをやってると思うんですけど、うん、もでも今までなくて、でゼノワさんが今こうやってワンライブっていう会社を立ち上げて、うん、ふわっちでふわっち主体に盛り上げていくかなと思って配信者、いろんな配信者を、ちょっと配信者になるのに致命的なんだよね、はい、ボソボソ喋りすぎ、はい、あ、い、う、え、お、滑舌、はい、ちゃんと喋れます、はい、あの口をね、もうちょっと開けた方がいいかも、はい、歯があれなんですか、はい、なんか歯並び悪いとかですか。あの歯が、普通にこう詰まってるじゃないですか、自分の前なんか歯がこう開いちゃったんですよ、なんかよく歯抜けとか言われるんですけど、あの歯抜け空気が抜けちゃうんですか。あ、喋って空気が抜けないです。もうちょっとね、はっきり喋んないと、はい、伝わらないですよ、何も、はい、はい、はい、はっきり、はい、はい、はっきり、うん、はい、じゃあうちの会社に入ってなんか力になれることって何がありますか。あとちなみに今会社員ですよね、はい、それ大丈夫なんですか、副業とか。あ、です、大丈夫なんですか。自分的に今先ほど言いましたように、まだ全然駆け出しで配信者としてのいろはを学んでる状態なので、うん、自分としてはあの資金提供ぐらいですね。資金提供、お金持ちってことですか。それ月にいくらぐらいいけるんですか、それは。月に。月にいくらですか、いくらぐらいいけるものですか。資金提供。例えば、会社側が提示された金額が、でどのくらいいかによりますか。これ100万、ちょっといい、いいが。あ、それ全然いける。100万ぐらいいける。はい、全然いける。ポンといける。はい、これでかいんじゃない、これ。うん、会社員さんですよね。で、なんでお金、そんなお金持ちなんですか。貯金ですね。貯金、はい、今おいくつですか。45歳で、いいね。結構真面目に働いてきたと。20代の時にちょっと努力頑張って。ああ、頑張って、その貯金があるんだ。お金を作る天才なんだね。これはね、大きいね。うん、株とか為替とかやられてますか。あ、それはやってない。やってない。投資家ならやってます。金持ちが一人いても面白いかもな。大事だよね、それ。金持ちがいても、あとまあ、女好きで、女好きはね、好きだよ俺。うん、しかも俺の元カノばっかなんか気に入るでしょ。今は佐々木さん、誰が一番女性配信者応援してるんですか。はい、あ、今ですか。はい、なりみくちゃんです。なりみくちゃん、なりみくちゃんね、くるちゃんと仲いいですけどね。本当に女好きだな、これ。どこじゃない。もうキャバクラとかやった方がいいんじゃない。可愛くいっぱいんじゃない、やっぱり。あ、そう。何がよく言われるんですけど、何が配信の時に。金ある。配信者の女なんか、大したことないよね。はい。身をもってきて。くるちゃんなんか普通の子じゃんね。配信映えしてるだけで、普通の子じゃない？
それがなんかやっぱ自分の中でハマっちゃったんですよ。ハマっちゃった。何にハマるの？はい。何？どこら辺に？クルちゃんで例えばですか。うん。クルちゃんで言うと例えば声ですね。声。声あと眼鏡。依存しちゃうんだ。わかるわ。わかる？うん。あとオタクの。ロリコンでしょ佐々木さん。そうですね。気合うじゃん。気合うわ。評価高いよ。うん、気が合うわ。ロリコン同士。うん。いいんじゃない？かわいい。お金もあるし。いいね、評価高いね、俺は。評価高いね、俺は気が合いそうだね、ギャンブルやります？ギャンブルはパチンコかパチスロくらいしかやってない。ギャンブル好きもね、やっぱ大事だからね、はい、ちょっと個人的質問で申し訳ないんですけど、はい、クルちゃんとは結構何百万か見つけて どこまでやれたんですかね？ディープキスまでです。あ、ディープキスか。キスだけですか？ちなみに自分ちょっとキスはダメだったんで、はい、あ、でも自分から酔っ払ってる時に、はい、秋子ママの店でとか、あと、はい、ドンピーとかで、あ、無理やり自分が中心に酔っ払って。どっちが上なんだ、火薬は？いや、自分は中すらダメでした。口でもやってます。中でもダメでした。でも付き合ってたからね、火薬さんも、クルちゃんとは。付き合ってたの？そうだよ。一瞬2日ぐらいは。元彼3人いるんで、クルちゃんの。すごいよね、これ。もう元旦那だけ。佐々木さんの方が口説けてたのかな、クルちゃんの。フェイさんどう？俺結構好きなんだけど。ATM でいいんじゃない？いいか、言い方悪いけどね。ワンライブの ATM でいいんじゃない？でも、フェイさん、そういう扱いしたら、クルちゃんの時みたいにまた離れていっちゃいますから、そういうのはやめましょう。お金あるんだ。ありだと思うけどね。金かかる社員ばっかりだからね。お金かからない社員も欲しいかな。わかりました。大丈夫ですか、他は？大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。なりみくちゃん、くどいてくださいね、頑張って。はい、ありがとうございます。失礼します。面白いよね。なんだこの感じ。なんでなんだこれ。帰るとき嬉しそうにバタバタバタって帰るけど、なんなのあれは、最後。一番やる気出してるやん。やっと終わったみたいな。あ、やっと終わった、もう帰れるわ、うん、家帰れるわ。誰かに行けって言われてるわ。お前行ってこいって言われてるわ。自分から本心で来てないよ。もう解放されたよ。あ、眉の宣伝、はい、T シャツ着て。 T シャツね。眉を宣伝してこいってこと。嫌がらせか。 T シャツ着て。嫌がらせか。皆さん今10人来ましたね。10人来たか。あ、結構やってるね。もうそろ、もういないんじゃないか。ね。まだ来るか。なかなかいないね、原石が。集中力持たないわ。で、大丈夫、休憩挟まなくていい。ぶっ通せ。だからレンタルルームは時間は大丈夫だ。時間いける。大丈夫だと思う。マリオから連絡ない。マリオさん、立ちました。あ、ロックさんじゃない？うん、立ちまして。じゃあ、はい、お名前と志望動機とアピールをお願いします。座らせてもらって大丈夫。そのまま座ってもらってもいいです。名前はスケマルです。改めまして、よろしくお願いします。大山。あ、スケマルです。スケマルでいい。はい、スケマル。はい、で、志望動機は、まあ、単純に、まあ、人生変えたいなっていう、稼ぎたいなっていう思いですね。うん、で、自己アピールは、はい、まあ、それこそ、まあ、熱量なんですけど、結論から言うと、うん、で、その前ゼロワンさんの焼肉のポスター配信だと思うんですけど、まあ、その時僕ゼロワンさんに断られて、あのアカウント出して行きますって言って、で遅刻しましたって、うん、遅刻しますけど行きますっていうところ で、うん、で電車乗る3分前に断られたんですよね。うん、来なくていいよって。で、まあ、来るなら、まあ、女の子なら待ってあげるけどみたいな感じで、うん、まあ、でもいや行こうと思って、まあ、絶対特定して行ってやろうと思って、で焼肉屋もそれこそもう何軒も回って、歌舞伎町も。いいね。で、そこで、まあ、見つけて30分ぐらい遅れましたけど、うん、で失礼しますって帰って、うん、まあ、そこはもう熱量的に、まあ、それこそ僕の後に、うん、まあ、こういうやついるかなと思ったんですけど、誰も来なかったじゃないですか。うん、まあ、変な話、その名古屋とかに行ったら別に新幹線で2時間で行ける距離じゃないですか。うん、出待ちでも最悪。まあ、そういうところは、まあ、その反抗精神じゃないですけど、うん、まあぐらかかずにやっていけるかなってことと、まあ、結構多分今ワンライブさん、あのザ男っていう、そのいや、もうちょっとあの言い方あれなんですけど、マスクルシー向きあるじゃないですか、雰囲気的に。まあまあ、ザーなんで、僕結構真逆なタイプなんで、
まあ、そこでもポジション的にも、まあ、やっていけるかなっていうのと、あとはドラムとか12年やってたんで、まあ、その雑談8割9割1割2割はその音楽歌も好きなんで、うん、とかでやってって、まあ、音楽学いないじゃないですか、うん、多分でそこで、まあ、それこそ音楽だけできるやつ結構いるんですよ。コミュ障っぽくてその音楽は得意で喋らず、応援ソングとか作れるんですか？作曲できる？作曲はそれこそ稼いでやりたいって思ってます。その最終着地で音楽も YouTube に載せたいし、まあ、Apple Music で自分の曲も出したいしっていうところと、まあ、あとは僕もともとスロットのプロしてたんで、まあ、それこそプライベートでも別に、まあ、キャスで配信つけないなんなりわかんないですけど、ふわっちゃダメなんで、まあ、ギャンブルも好きだし、ジャグラー好き？ジャグラーも好きですね、まあ、僕本当はプロでやってたんで。ああ、はい、ね、プロ、はい、とかですかね。まあ、でも前職は不動産の営業とか。やっぱり5号機でプロ？5号機もあの絆2の後出たじゃないですか、うん、そこまではやってたんで、まあ、5号機もプロっすね。花花とか4号機が一番強かったの？4号機の時僕スロットないですね。ゲーセンでやってました。賞賛から名刺できました。うーん、5号機、はい、あのクズエピソードはないんですかね？クズエピソード、はい、女関係でいいですか？何でもそのクズで、お金関係とかで、お金関係はここまでどん底になって人の財布まで手出したとか。パクリはないです。はい、ただその金融機関に借りたことがあります。そのお金なくて、うん、最近ね、あのそれこそ僕居酒屋のキャッチングやってて、でその時100万弱稼いでたんですよ、うん、そのポジション的に要は上にいたんで、いや自分のパーセンテージじゃなくて自分が売らせたらそのパーセント入ってくるっていうのをやってたんで、まあ、そこでデコロナ来て、でそのガールズバーとか出ようかなって思った時期に貯金した来て、わきついなみたいな感じでしたね。女はじゃ あ女は、はい、まあ、それこそあの女の子2人、男1人で歩いてるじゃないですか、うん、僕全然ナンパ行ってその1人だけここちょいでよっつって、うん、全然男いても突っ込んでくるタイプです。で1人ナンパも全然できますね。じゃあ寝取られもできるってことですね。寝取られって言うと具体的に奪ってしまうというか相手の彼女を奪える。ああ全然、はい。じゃあそれでトラブルになっても喧嘩は強いってこと？喧嘩になるじゃないですか、その男からその女取ったら。まあでも別にその殴ってきたら金取れるんで、別に僕から殴れない。僕の口はそれこそキャッチとかやってたんで、うん、その論破するっていう技術は結構上げ足取るのが得意なんで。肉弾戦になって揉み合いになったら、あ、そしたら僕殴られ続けますね。ああ、全くやり返さない系な、はい、うん、それこそ万引き犯とかも捕まえたことあるんですけど、うん、ドラッグストア時代に、うん、まあ、そこ動画回してで、まあ行くじゃないですか、うん、で、暴力だよって言われても、その要は万引きしてるんで、こっちでその警官じゃなくても逮捕できるじゃないですか、法律的に、うん、こっちに危害があったら、うん、まあ、それでも10日でやってて、まあ、制服通知だったって言ってたんで、まあ、載せられなかったんですけど、その時フワッチ始めてないんで、1月1日から始めたんで、まあ、4ヶ月ぐらいですね。自分はね、率直にちょっと感想を言わせてもらいますね、はい、ちょっと辛口になっちゃうんですけど、はい、すごい営業もされてて、はい、あの話し方も堂々とされてるじゃないですか、はい、あのすごいしっかりしてると思うんですよ、はい、で、今配信やられてるんですよね。ああ、フランスで1月1日からやってます。はい、そうです、うん、はい、多分もう一人だけの方がいい気がしますね。もう相乗効果っていう点で、ちょっとあんまり、はい、僕はですよ、はい、相乗効果という点でちょっと期待値はちょっと少ないかなとは思ってるんですけど、はい、ワンライブとして、はい、それはなんで、うん、もう しっかりしてあのいじりがいがあんまり ないなって思う。うん、ちょっとリア充、でもそうだからこんなもんじゃないの。こんなもんです、ね。うん、イケメンだからいじれない、うん、イケメン苦手ちょっと。あのそう、個人的感想になっちゃうんですけど、まあ、リア充、はい、それはすみません。僕、受かったらブルマで縄跳び旋回とかしようっていう、はい、このイベントがあったらやりますとか言ってるんで、その要は、カッコつけただけのイケメンって需要ないじゃないですか。あー、なるほど。その落ちたところまで別にその、はい、要は本当に自分のことをいけてたら、まず俺そもそも今プラチナにいると思うんですよ。4ヶ月経ってるのでいるじゃないですか。いけないからそのゼロワンさんとことするし、それは反骨精神じゃないですけど、要は俺がやったら逆にウケるじゃないですか。俺絶対ブルマンにならなそう。じゃあイケカテ系廃止されてないんですね。ああ、全然その学校に自虐もいけるし、自虐っぽくもないですけど、その学校への取りつつ企画できるっていうので、はい、それこそそのスシローとかもあった、スシローペロペロ事件あったじゃないですか、はい、あの時 YouTuber の上げた1日後に僕スシローで配信したんですよ。これ絶対みんなの脳みそに残ってんな。はい、そしたら配信始めて1ヶ月だったんですけど400人来たんですよ。要するに炎上じゃないですけど、まあ、やめろって、っていうのとか、まあ、それはちょっとまあイレギュラーなんであれですけど、最近も納豆1キロとかやって、まあ、400人ぐらい、僕いつも10人とかの数ですけど、
来たんで、まあ、それはもう01さんのトスの時に閲覧1日上がるじゃないですか。で次の日絶対来るなって思ってたんで、初動が強いなって思ったんで、そこで納豆1キロやったりみたいな、まあ、あれ感情の嗅覚だね、それはね、うん、納豆1キロ食ったんですか。いや、650から700グラムで終わりましたね。650から700グラム、はい、どうなりました、その後。いや、めちゃくちゃ言われました、その。いや、納豆食べた後、僕も1キロチャレンジしたんですよ。72時間下痢しました。ですよね、僕も下痢になったんで、はい、やってますね。僕、ビオフェルミンの6錠とか飲んでましたけど、はい、この1日間ぐらい下痢。だから便秘の方、納豆1キロ食べたら下痢出ますんで。あの、せいじさん、機長さんってなんであそこまで伸びたんですか。機長さんはね、やっぱりリスナーさんを大事にしてるね。大事にしてる。うん、僕もね、やっぱりコメント欄でブワーって流れるけど、まあ、アイテム投げてくれるリスナーさんを大事にして、あそこまで。やっぱね。でも配信のそのなんかやり方っていうの、それちゃんと分かってるから、そこは偉いと思います。もうただ、ただ受け。逆にスシローの時僕失敗したんですよ。400いったのに、次雑談したんですよ。そしたら、全然なんか来ないじゃんと思って、なんで続かないんだろうなって思ったら、まあ要は内容がないからじゃないですか。別に、スシローで炎上して僕の雑談見たいですけどね。スシローが好きだから炎上系が見に来ただけなんで。まあ、だから誰にでも需要あるじゃないですか、大食いって。いや結構でも喋れるから、一人の雑談を聞いてみたいよね。結構喋れるね。一番ね、今まで参加者の中で。いや、なんで、もう、その必死。そんな喋れる人見てもらえたら、俺は勝てるって自信があるんで。まあ、それこそ今、自信がなきゃダメだから。ああ、そうそう、はい。まあ、そこは根本的には思ってますけど。いや、いいんじゃない。まあね、自信って一番大事だからね。ノードとしてでいいんじゃない。ハキハキしてて。で、俺たちを超えるってことでいい？はい。超える？超えます。おお。はい。いいんじゃない？一番いいんじゃない？おお、誠司さんからお墨付きがね。誠司さん合宿してもいいぐらいの逸材？ああ、いいんじゃない？へえ。ぜひ。スケマルね、名前もいいしね、覚えやすいしね。誠司さんからお墨付き。プラチナプラスになりそうだね。オーラがあるわ。オーラある。オーラがある。ムロヒタイプではない。うん。違う。うん。いいと思うけどね。お酒は飲む？あ、飲みますね。まあ人飲みですけど、まあ暴れたりとかない。このタバコは？タバコも吸います、ね。吸う。はい。いいと思うけどね。ミケメン枠もいないしね。ただちょっと火薬が、嫉妬したらね、ちょっと馴染めないんじゃないかなっていう、合わない。まあ今いるメンバーの気持ちも大事だからね。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございました。いいんじゃないですか。いいんじゃない。イケメンだしね。稼げるね、間違いなく。バランス的には一番いいんじゃないですか。ちょっとワックスつけすぎてベトベトしてたね、ちょっと。清潔感ない。つけすぎてワックスを。顔もちょっとギトギト。ベトベトして。あ、どうぞ。よろしくお願いします。どうも、ポロの兄貴でマネージャーをやっているおにぎりと申します。よろしくお願いします。おー、これは。コースからで皆さんで名古屋限定の金のワイロを持ってきたので、これでちょっとめちゃくちゃ名古屋限定なんで、ぜひこれ知ってる。美味しい、美味しいやつ。ゆかりじゃん、はい、ゆかりの金色バージョン。迷ったんですけど、これは賞味期限が長いゆかりって、こんな巻き金だった。有名なエビせんべいですね、これ。失礼します。ありがとうございます。あ、じゃあ、はい、お名前と志望動機とアピールお願いします。はい、はい、京園ポロのたこ焼きを焼いている、ポロというふわっちの配信者がいるんですけども、その実の兄でマネージャーをやっているおにぎりと申します。で、今回応募させていただいた経緯なんですけども、ゼロワンさんとマリオさんが人間として好きなんですよ、人として。で、ゼロワンさんに関しては配信者としても尊敬をできるってところから、お手伝いをさせていただきたいと思い、はい、応募させていただきました。すごい中を。裏方ですか。配信基本は裏方なんですけども、名古屋に戻ったら配信もちょくちょくはつけようと思ってます。で、これちょっと自分の宣伝になっちゃう、はい、部分があるんですけども、はい、まあリスナーさんに楽しんでもらうためには体を僕は張らなきゃいけないと思っていて、
なんで13日からは東京福島間を5日間で歩こうと思ってます。なんで少しでも皆さん体を張って皆さんに協力できると思うんです。僕は一発芸とか特にないんですよ。なんで僕が痛がってる姿、苦しんでる姿を見てリスナーさんが笑ってくれたりとか、まあコメントしてくれて笑ってくれたらいいなと思うんで、体は張れます。誰よりも気合と根性だけは。ポロさんのマネージャー普通に やったらいいんじゃないですか。やってます。はい、兼任ってことですか。兼任です。で今広告だ、まあ、詳しく言うと広告代理店みたいなところで仕事してるんですよ、はい、制作会社イベントの、うん、でまあ企画とか手配系をやっていて、それもゼロワンさんが話しているように、正直僕炎上系の配信が好きではないんですよ。その喧嘩芸とかそういうのが好きじゃなくて、まあ企画系が大好きで、なんでその部分でも役に立てるかなと思ってます。ということは採用決まってもポロさんのマネージャーは続けるということですね。続けます。わかりました。じゃあスポット採用みたいな感じでいいんですか。ちょっといや長期的にです。だから名古屋に住んでらっしゃるんで、はい、こういう時は来てもらうとか、はい、今だったらもうマリオとかずっと住み込みだけど、はい、そうではないですよね。いや僕も住み込んでくれって言われたら住み込めるんですけど、仕事してるんですか。本業の方もですよね。やっちゃいますね、うん、だからスポットですよね。スポットですね、はい、なんでマリオさんの右腕じゃないですけど、どう役に立てるんですか。マリオさんと結局今のマリオさんの存在ってゼロワンさんにとって大きいと思うんですよ。で、うん、マリオさんが潰れてしまったらゼロワンさんにも多少なりとも影響すると思うので、うん、なんでマリオさんを支える立場、うん、少しでもサポート、うん、なんでゼロワンさんとマリオさんがいるときは僕は絶対配信もつけないし、もう裏方に徹します完全に、うんうん、はい、なんでマリオさんのことを結構リスナーさんとかポンコツとか言う人も正直います、リスナーさんの中で、うん、ですけどもマリオさんってそういうポンコツだからこそいいところってあると思うんですよ、うん、見てるリスナーちょっと熱量が足りないかな。熱量が足りない、うんうん、熱量が一番ね、めちゃくちゃ熱量は誰よりもあるし、体張れます、めちゃくちゃ自信があります。で、ゼロワンさんに対してとかマリオさんに対して人間として尊敬の念を持っているので、そういう部分ではいい影響も与えれるかなとは思います。うん、やっぱパッション、気持ちが大事だと思うので、やっぱり、まあ、そうなると、はい、マリオ君とゼロワンだけっていう感じなんで、俺らとは仲良くできないみたいな。いやいや、パリパリさんの言い方聞こえる。じゃあ言わせてもらうと、パリパリさんとは、はい、麻雀、僕麻雀が大好きなんで、麻雀をめちゃくちゃ付き合います。もう60時間も70時間も寝ずに、おいおにぎり、麻雀やるぞって、はい、来ますって言えます。おいいね、評価高いね。で、かやくさんに関しては配信僕が4月から本格的に始めたんですけど、はいはい、かやくさんの声に似てるって言われるんです。声が高い、はい、高いんでかやくさんの声に似てるって言われるんで、まあ、ルイはルイを言ってみたいな感じで、なんかトークの噛みつき方もなんか似てますね。あ、似てますか。似てますね。だから、実際に似てるだけですよ、かやくさん似てる。で、せいじさんに関しては妹の方で富士山登ってる時になんか配信の仕方を横配信でした方がなんかやり見やすいよってアドバイスしてくれて、いやそんな大手の人がそうやってね、アドバイスしてくれて、やっぱダメですよ、やっぱりそうですよね、見づらいですからね、はい、あのそういうところも的確なアドバイスを、ま、ポロさん自身は何て言ってる、おっしゃられてるんですか。いやもうそれ、正直僕は去年の7月末から妹のマネージャーをしだしたんですよ、はい、で、その時にふわっちではゼロワンさん、せいじさんを見ろって妹に言われて、うん、2人の名前、パリパリさんとカヤクさんの名前はちょっと上がってなかったんですけど、いや、そういうことじゃなくて、はい、ゼロワンのオーディション受けに行って、はい、ゼロワンのマネージャー目指す、マネージャーじゃない、ゼロワンの、はい、支えるんだっていうのを聞いて、はい、ポロさんはなんておっしゃられてますか。賛成、賛成はしてるんですか、はい、めちゃくちゃ大賛成。もちろん、一応マネージャーでもあるので、そこはちゃんと報告連絡で、うん、で、やっぱりどうしても売名になっちゃうと思うんですよ、そうやって言うと、ポロの。でも、純粋に売名じゃなくて、本当にマリオさんを支えたいっていうのがでも一番大きいかもしれないです。ゼロマンさんも一人でできるじゃないですか。でも言ってるようにずっとじゃあ配信会で生き残れるかってそうでもないと思うんですよ。やっぱり企画しなきゃいけないし、いろんな事業に手を伸ばさなきゃいけないって言った時に、やっぱり言い方悪いとこきつけるような人間も数名は必要だと思うんですよ。だ皆さんみたいな大手配信者さんもやっぱ言い方悪く言うとこき使える人が絶対必要だと思うんですよ。その中の一人として手伝わせていただきたいという気持ちが大きいです、はい、マリオって特に仕事してないんですけど、何のサポートがいるんですか。はい、今はしてないのかもしれないですけども、はい、今後広げていく上で絶対やることって増えると思う。今の仕事僕の遊び相手だからね。
で、それでゼロワンさんの良さが輝くじゃないですか。ゼロワンさん分かりますか？そのサポート何をするんですか？そのサポート、だからマリオさんが精神的に潰れたりとか、もうあーがわーってなって潰れないようにサポートするんです。いや、そうじゃなくて、はい、ね、マリオの3倍ぐらい働けますよ、そのマネージメント働けますよ、うん、もう体を寝ずに、3日間寝ずに行けって言ったら3日間寝ずに働きます。でポロさんのマネージャーして今成果出てるんですか？ポロさん成果は出てると。プラチナプラスって今女性で維持する人って少ないじゃないですか。多分数えてるけどプラチナプラス維持するって相当大変だと思うんですよ、うん、それを維持できてるのはもちろんリスナーさんのおかげ、何よりも、うん、その次に妹のおかげで、その次に僕っていう順番だと思うんですけど、どういうマネージメントしてるんですか？やっぱり気持ちのモチベーションですよね。イベントに対してやっぱり沈む時、コメントが止まったり相手が飛ばない時に、その妹の大丈夫、いける、総合入れる、いけるよとか、企画に関してもこういう企画やろうって企画提案は常にさせていただいてるんですけども、まあ基本はモチベーション維持ですね。でやっぱり妹がどうしても家配信だけじゃ嫌な子なんですよ。家でずっとずーっと配信できない子で、なんかやりたいって言って、この前もオース配信とかして閲覧200ちょっと言ったんですけど、だからそういうオース配信、オース、名古屋境にあるオース配信、それ企画ですか？それ企画です。あの本人がメイド喫茶のキャラになって全部ご主人様っていうのを2時間で、ファンタスティックだね、ラブだっけんって言って、こういうぶりっ子をそういう時して、普段はもう男の声というか、もう声が低いのでそういうキャラなんですけど、まあ企画としてそういうキャラでやって、まあみんなも楽し、リスナーさんも楽しんで見てくれたみたいで、そういうモチベーションとかそういう支えですね。兄としかできないこと、やっぱり女性で普通に男性の普通の人がマネージャーやっとったら、多分リスナーさんは納得いかないと思う。それマネージャー、妹、はい、妹、はい、はい、もうマネージャーでしょ。お給料はもらってる、はい、お給料もらってます。もらってる、お給料もらって、うん、携帯も支給してます。ああ、じゃあ結構まあサポートしてるでしょ。はい。で、じゃあゼロワンも企画やる、はい、ポロさんも企画やる、はい、同じ日にバンジージャンプやる、どっちのサポート入る、はい、被っちゃった場合どうする？被っちゃった場合は被らないように、うん、スケジュールに、スケジュール組みます。じゃあどっちに合わせるの？ゼロワンの方をずらしてくれっていうの？いや、ポロさんの方、妹の方をずらしてくれ、ずらしてくれ、なっちゃいますよね。何が何でもこっちをサポートするってこと？ワンライブの方を優先的にサポートするってこと？どうなんですかね。どっちも無理じゃない？はっきり言ってイベントも被りますよ。イベント被ります。僕ね、はい、誰が出てるとか考えないから。はいはい。うん。被った時は、それは妹を応援してしまいます。被ったってイベントを。まあ別に僕が応援する必要はないと思うので、配信の時では。うん、はい、それは。ただ企画とかそういう裏方のことに関して僕は手伝えると思うので、配信上で僕の力は絶対必要ないと思うんですよ。配信上では裏の企画力とかそういう心のマネジメント、そっち系で僕はやってる、役に立てると思うんですよ。マリオさんのことも人間として好きなので、そういう面で友達でいいんじゃないですか？友達では嫌なんですよ。仕事として手伝わせていただきたいって気持ちが強いです、真面目に。はい。まあ、でも中途半端ですね、全部が中途半端。いや、気持ちはすごいですよ。覚悟は決まってますよ。なんでその覚悟を言うと、彼女とも別れましたもん。ずっと付き合ってた彼女、配信上でも言ったんですけど、ブワッチを優先するために彼女とも別れました。社長とも話してきました。いや、覚悟って、はい、例えばじゃあポロのマネージャー辞めてきましたとか、はい、それだったら分かるよね、うん、もうね、はいはいはい、ワンライブ一筋でやっていきますっていうのが覚悟じゃないですか。仕事もしてポロさんのマネージャーもしてワンライブでしょ、はい、結構きついと思うよ、うん、そのために彼女と別れたんですよ。関係ないと思うんですよ。発泡美人はいらないんですよ、正直。妹さんからもうやめていいですって来てるんで。あ、実はそうですか。じゃあこっちに僕はもう後がないので雇ってくださいよ。いやー、もう後出しですからね。名古屋からでしょ。はい、名古屋。こっちに来るのにどうやって来るの？新幹線。それも交通費もこっちで出さないといけないってこと？いや、それは出さなくていいですね。交通費は自腹で来るってこと？まあ、普通おにぎりじゃん、明日来いよっつって、はい、すぐポンって来るの？はい、ポンって行きます。いや、まあ、これ完全に売名じゃないですか？いや、売名じゃないですよ。気合が入ってますよ、やめてくださいよ。はい、はい、じゃあ気合が入ってる、はい、じゃあ居残りで相撲ですね、僕と。よろしくお願いします。相撲でも勝てないと思うので、気合対決だったら僕絶対気合では負けないので。勝ったら考えますよ。相撲ですか？僕にね、相撲、うん、はい、相撲はちょっとでも勝てないと思うので、気合がなんか張り手対決とか勝てないと思う。張り手対決やってもないのに結論出しちゃうところがちょっとあまりマイナスですね。それはそうですね、うん、やっぱ挑戦数は大事ですからね。まあね、チャンスを与えてくれてるからありがとうございます。まあ声はでかいからね。声はでかすぎっていうほど
なんで僕は声がコンプレックスなんですよ。声が気持ち悪い声してると思うので、そういうところで体張ったりとか、あとリスナーさんのことすごい思ってね、もうめちゃくちゃ感情移入しやすいので、そこもまあ気持ちが、逆にヘイト要因にはなるから、はい、お客さんが少し楽になるっていうのはあるで、はい、うん、はい、今やっぱ集まりやすいから直樹に、はい、うん、そういう、ね、人材も案外必要だから。メンタルは大丈夫ですか？メンタルはめちゃくちゃ大丈夫です。気合しかなくて、はい、もうアンチは妹の枠でも結構叩かれるんで、はい、そういう面では最初の心はすごい反応しちゃったんですよ、ね、だ趣旨がプラチナ配信者に育てるだから、うん、こう、 うるさいやつ応援するのかなっていう。あ、時にはね、まったり喋らなくちゃいけないし、ね、リスナーとね、まったり対話する時間もやっぱ必要なわけよ、はい、ふざける時もあるし、はい、まあ、今日は一日叩かれようと思って開き直って配信する日もあるわけですよ、はい、使い分けてやれないと器用に。そうですね、うん、目力見たいな。ダメなのそれ、サングラス配信外だったらできる。ダメなんだ、はい、サングラス、はい、目力見たかったけど、一番すごいな。じゃ相撲もやめときますか。いやいやいや、やらせてくださいよ、チャンスを。サングラスね、サングラス取れちゃうよ。取れちゃうよ。いいですよ、それ取れたら取れたら。それは事故な時はしょうがない。だから結構妹幕でも事故で顔は映ったりしてます。出しちゃえばもう、めんどくさくない？出しちゃえばですよ。近づいてもらってね。ずっと怖いのが、うん、今の本業の方もやっぱいろいろ融通を聞かせてくれてるんで、祝電が怖いんですよ。祝電の会社の会社の会社に対する祝電対策です。中途半端だね。わかりましたね。露出したいのかしたくないのかよくわかんないですね、うん、それだったらもう完全に裏方でね、うん、はい、配信もせずに裏方で一切、うん、配信で出な、妹さんの配信でもね、出なきゃいいじゃないですか、うんうん、はい、でちょっと出たがりなんでね、ちょっと出たがりなんで、ね、名古屋の人でしょ。名古屋です、うん、ちょっとなんかそういう人なんだよ。ゼラモンでしょ出たがり、うん、出たがりなんよ、うん、でも裏方でやりたいって言うのよ、うん、めんどくせえんだよね、こういうのね。めんどくせえんだよ。ビリアドメとかが飛ぶと、おにぎりいいよって言われると、前に出たくなっちゃうんです、うん、裏方志望は結構個性強いよ、今回、うん、でも一番の僕の人最後に言わせてもらうと、うん、マリオさんのことを本当に心底尊敬するので、ワンライブさんの役に立てると思ってます。マリオさんどこ尊敬してるんですか？人間性です。人間性、いろいろ叩かれてもすごい、ゼロワンさんに対してもうまっすぐじゃないですか、うん、ゼロワンさん大好き、うん、ゼロワンさんに何言われようと、どんだけ言われようとついていく、うん、その精神、やっぱそれって会社をやってくれてすごい大事だと思うんですよ、うん、はい、なんでやっぱマリオさんに対して、うん、マリオさんと仲良か悪かったらそういうのもうまくやっていけないと思うんですよ、うん、僕の勝手な勘違いかもしれないですけど、マリオさんとうまくやっていけると思うんで、すごい大事だからね、はい、なんでそこはアピールポイントでもあります。なるほど、わかりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、居残りでお相撲ね。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。じゃあ、お時間ありがとうございます。ありがとうございます。失礼いたします。失礼します。これで多分最後です。あ、最後です。最後だ。これです。ありがたいですね。ありがとうございます。約12名ですね。あ、結構集まったね。ありがとうございました。12名。これはまずね、参加者の人ね、こう配信に移るというこの覚悟ね、ありがとうございます。あとリスナーさんもね、長時間ありがとうございます。ありがとうございます。いや、よかったんじゃない、うん、で、まずこれをね、ポイントを集計して、うん、ちょっとポイント数にも一応あれするわ、うん、してほしい、うん、で、直樹とパルパルさんは真剣に考えてほしい、うん、で、俺も一人一応答え出すから、はい、うん、で、これアンケート取ろうと思ったんだけど12人いるからね、まあ、難しいですね。これ次の枠でやればいいんじゃない、そのアンケートは。これ1人ずつやって、1人ずつっていうのは自分の違う枠でさ、あ、次の日とか今日じゃなくても、うん、まあアンケートはちょっとできないですね。あ、そう、何、1人採用です。1人採用。じゃあね、次枠は、パルがやるのかな、政治がやるの、うん、相撲大会やるんで、うん、はい、それもちょっと判断材料入れてもらって。早くさん今日やってないからね。いや、自分は言っていいんですよ、直樹は。僕もナイスも何もやってないから、うん、で、政治もせっかく来てくれたし、うん、で、直樹もね、来てくれたし、まあ、俺はちょっと配信変わってほしいかな。まあ、以上をもちまして、第1回ふわっちライブじゃない、ワンライブオーディションでした。
ありがとうございました。ありがとうございました。はい、でこの中から一人ね、まあ、入ると新しい仲間が増えるんで、はい、で俺がね一番光ったのはやっぱり誠司さん。配信前から場を温め、ね、鋭いツッコミで笑いを誘う、やっぱり誠司さんが一番欲しい。この人たちじゃなくて、ね、まさかね、うん、まさか俺ずっと言ってるよね、いつも俺、うん、誰が欲しいって言ったら、それはね、まあ、でも恐れ多いからね、さすがに今までの人何だったの今までの人何だったの、これ何時間やったの、これ 2時間半やったの、何だったの、うん、ね、うん、でね、うん、春がやっぱ入るっていうのはもうほとんど対等なんだよ。で納得する条件にねしてるんですよ、うん、上も下もないんですよ、うん、で、富士山いろいろね、うん、あれだったらと思って、うん、タバコ吸ってきます。はい、ちょっとタバコ吸う前に配信変わってください。いや、相撲対決やっちゃうよ、これ。いや、このままでいいよ、俺政治やったら、うん、相撲対決、うん、政治の枠で相撲だって。100歳でね、俺ワンライブじゃないもん。いいです、いいです、いいです、だって相撲大会やってください、相撲大会だし、はい、うん、いいね、うん、ふわっちライブ神戸からね、来ていただいて、ワンライブ頑張ってるんでね、パルとか直樹にナイスお願いします。リスナーさん、今月頑張ってるんで、はい、ありがとうございます、うん、一瞬5分ぐらいつけたら、うん、ナイス、いやいやいや、ナイスやりたい、ナイスだけ、ないよ、一瞬流させて、せめて企画だから、さ、今日めっちゃもらった、うん、それでも一回ちょっと流させて、何が、うん、一瞬、5分でもいいから、いいの、うん、いや、やろう、せざ、いいの、やりた、うん、1位はね、ほんま取ってほしい。ちょっと直樹もやったけど、ごめんね、直樹ね、自分は、大丈夫、自分はもうあれなんで、一瞬流して、こう、政治に行こう、バランス、ちゃんと考えよう、うん、うん、あ、あきくママ、断りました、LINE で、すいませんでした。やっぱ企画やると通常枠でやれるからいいね、うん、吉田さんもね、匿名でね、いつもコメントしてるだろうけど、いいです、たまにはね、うん、5分だけ、うん、5分だけ、まあ企画といえどやっぱ本気だから、言うなら火薬さんも本気だろうし、俺も本気だろうしね、パルも、うん、予算のオーディションより盛り上がってよかったわ。そうだね。だって、緑さんとか野田さんとかいる、うん、あのメンバーよりもね、うん、結構湧いたから、うん、それがやっぱ良かったですよ。はい。じゃあ、パルパルさん始まったんで。パルパルの枠、さっきナイスお願いします。じゃあ5分、5分チャレンジしてるんで、ちょっと行ってください。ありがとうございました。ありがとうね。リスナーさん、ありがとうね。またね。